どうもこんにちは、リュウボンです。陶器伝2、体験版ですね。今回もやっていきましょう。結構ね、ちょこちょこ練習して、なんでそれやんないのみたいなね、ところもちょっとね、練習できたりとかちょっとしているので、今回ね、それをうまくお見せできればなと思っております。はい、というわけでね、一応今回の体験版で出てくる鬼はすべて倒せたのかなと思っているので、一回一周っていうこと、一周したということでね、新ラゴ行っていきましょう。で、当然これ、まあ、NPC 強いからね、そういう意味で人数減らすっていうのもありかもしれない。うん。では早速行きましょう。よいしょ。はい。今回はね、武器スタイル、戦闘スタイルはこうでね。で、防具スタイルは棒。言いづらいね。ほんで、鬼の手スタイルは、陣ということでね、これ紹介が難しいな。はい。つうかね、やっぱ、強すぎだわ、この、見ててね。うまくできればいいけど。まあ、反応速度はそこそこ大丈夫だと思うので、いけると思うんだけど、鬼が特定の行動をすると、赤いね、オーラをまとうことがあると。その時に、鬼の手をね、タイミングよく合わせる、ね、当てることで鬼をね、ひっくり返す鬼返しというのができるようになると。でそれが俺がよく来るな、これ、あ、来ないか、よくびっくりしてたやつなんだけど、 NPC がね、もうえらい当ててくるんで、なかなかだな。ちょっとじゃあ適当に戦いながらやるか。んー、このタイミングでは来ないか。 OK、 じゃあ行こう、適当に。でやはりね、縦剣、来た、これ。ああ、もう、先に NPC が優秀すぎるだろう。グエン。今のだね、うん。あれは、あれをやる条件が鬼の体が赤くなった時なんだよね。来る？こいつは。あ、ダメだった。まあいいや。衝撃波を、玉はみとかマガツキになった時に、衝撃波を出す鬼というのをね、ちょっと覚えておかないといけないね。でね、ちなみにこれは俺の、よいしょ、あれだけど、この縦モードだとね、攻撃速度が遅いので、相手がマガツヒになったときは、かなり使うの推奨だね。この、なんだっけ？あ、そっか、俺今、こうスタイルだった。ごめんごめん。ジンのね、場合は、ジンの丸太玉振りのシナトの風を使うのはすごく推奨。とにかく早く、なるべく早く、この剣モードのね、武器ゲージって言ったら厄介だな。機器だっけ？機器ゲージをね、マックスにすることがとにかく重要なので、うん、で、俺のね、動画をね、見た人で、もしかしたら、あ、気づいた人いるかもしれないけど、このね、カメラワークの悪さは、ぜひともね、ちょっと改善してほしいところだよね。壁際に行くとね、すごくドアップになるんだよ。それが、いった！で、今の俺のね、身の回りにあるバリアは、これが、鎧玉振り、右玉振りだね。の、防御力アップのやつだ。素晴らしい。オッケーオッケーオッケー、いいよ。オッケーオッケー、よしよし。で、ここまで、武器ゲージじゃない。満タンだね。で、ちょっと当たってないよ。この危機ゲージが満タンになったら剣モードに行くっていう感じだな。で、剣モードの、危機ゲージは、どんどんなくなっていくので、とにかく当てる。当てる当てる当てる。よし。で、そろそろゲージがなくなるので、どうせならね。当たるかな、こんな通り。当たんない、もったいない、溜めたのにね。左腕。よし。あ、角やればよかったね。まあいいや。角折れてるか。折れてるね。さっき、ダルーンってなってたし。基本的な戦い方は、まあ、縦剣をね、なんとなく分かった気はする。ただ、俺がまだね、活用できてない技で、丸ボタンをこれ。丸、三角、丸、四角×とかね。で、出るこの技が、果たして本当に強いのかってちょっと思ってんだよね。
待って、怖え。闘志がね、闘志が、待って、いえ素晴らしい。いや待って、これはやる前に OK。 わあ、たたたた、素晴らしいね。あの剣いって剣モードの状態で痛い、ちょっと待って、どうした、痛い、両方当たってんじゃねえよ。さあ来るか、来ないね。なかなか鬼返しがしづらいやつやな。オッケー、いいよ。あー、今赤かったんか、わからんね。来る？やりたいな鬼返し。うおー、マジか。よいしょ、いいよ。当たんねえし、これこの後に、なんかストレートみたいなの出すんだよね。それがね、あ、そういえばね、ちょっと、これはね、あの、情報ね、あの、前教えてもらって、玉はみ後の足やると、握り潰すぜ、おらというわけでね、これで、あれ潰したよね、あ、潰した、よかった。こっちの腕だ、こっちの足、ほら。こいつはもう立てない。完全に消滅だ。で、まあそれもね、その人に教えてもらったんだけど、各鬼に、潰せるパーツっていうのが決まってると。だからね、こいつの腕を、潰そうとしても、また生えていくんだよ。なので、ちゃんとその鬼の、どのタイミングで潰す。まあ多分玉はみ後共通だと思うけどね。っていうのをしっかりと確認した上でやらないといけないということだ。もったいないね。ちょっと玉振り使いたい。 OK。 いやー、つかね、すげえ面白いわこのゲーム。あのカメラワークだけね、それだけなんとか、ちょっとわがままですがなんとかしてください。あの多分だけど、ね、これあのゲーム側にどんな事情あるのか知らんけどさ、あの壁際とか岩とかねが、こう自分のキャラクターの、まあ、でカメラの向いてる方向の裏側にあると、あのものすごいこうカメラが押されるんだよね、そのオブジェクトに。そのせいでカメラがえらい近くなって見づらいみたいな。行くぜ、反対側行くと、要は壁がね、ちょっと待ってね、あ、壁どこ、こういう時に限ってね、壁が見つからないっていうね。多分あっち側だと思うけど。おーおー、どこ行った、何あれ、なるほど、あんな技があるのか。ちょっと初めてだったね。ちょっといつまで剣モードでやっとんじゃん、アホ。あのセーバーアイがめっちゃかっこいいんだよ。あの縦剣、縦モードにした時のね、すげえよ。マジ、行かないで。もう一回も剣モードで行こう。数、おら、よっしゃ、鬼ちぎりフィニッシュ。やっばい。何回もね、あの、動画的に、こう、順番ね、初見とかで俺、こだわってるから、あの、これ、壁際になると、こうやってカメラがね、こうなっちゃうんだよ。で、このせいで、壁際になると、カメラが近すぎて見づらいっていうのが、今のところの、問題かな。うん。でね、あの、初見プレイに、まあ、俺もちょっとこだわってるところがあるので、やっぱり同じ鬼、つまり、強炎までね、延々とやってたよ。うん。やっぱ、鬼によってね、あの、特に俺が今回見せたかった、見せられなかったけど、鬼返しはね、あの、鬼によって発動タイミングが違うわけさ。で、あの、強炎魔のタイミングっていうのが、あの、よくさ、バックステップやった後にタックルしてくんじゃん。あのタイミングなのよ。だから、ずっと、闘技伝やってきた人は簡単にね、できる。あの、はい来るな、はい来るなみたいな、ずっと見ときゃいいんだよ。で、赤くなった、あの、はい、タックル来た瞬間に、あいっつって押せば、まあ、プレステ4の場合はね、 R2 ボタンなんだけど、簡単に鬼返しができるということでね、ちょっと今回ね、あの、一匹でね、ちょっとあの短めですがね、これで終わりにしたいと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。またなっ